第一朗読イザヤの預言。彼らの一族は国々に知られ、子孫は諸国の民に知られるようになる。彼らを見る人はすべて認めるであろう。これこそ主の祝福を受けた一族であると。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。花婿のように輝きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださる。大地が草の芽を萌え入れさせ、園がまかれた種を芽生えさせるように、主なる神はすべての民の前で恵みと栄誉を芽生えさせてくださる。神の言葉。
の力を求め、いつもその顔をしたい求めよ。私の心は神のうちに喜び、その救いに喜び踊る。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。乙女マリア、信じたあなたは幸い。神からあなたに言われたことは成就される。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。ルカによる福音。イエスの両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も、両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わってキロに着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。キリストに賛美。
Et spes nostra sa.